札幌市交通局三百三十系電車は札幌市交通局が九百五十八年に導入した札幌市電の路面電車車両である九百五十八年に登場した三百三十一から三百三十五号の五両登場当初の塗色は上半部がデザートクリーム下半部はダークグリーンでありこの塗色は他形式も含めた当時現役の全車両に 拡大採用された。また、前面と、車体裾には、ステンレスの飾り帯も付けられた。東急デハ200型をモデルに、軽量車体、小型車輪による低床化が図られ、また、後に札幌スタイルと呼ばれることになる、丸みの強い、正面一枚窓のデザインが採用された。この設計は210系以降の土産電車のもとにも、なった。 当初から Z 型パンタグラフ、ドアエンジン、大型方向膜が装備された。在来車よりも軽量で電動機出力も向上したため、運転しやすく乗務員の評価は高かった。1998年から2001年にかけて廃車され、3300型に主要機器を譲った。1971年に全車が電車事業所でワンマン化改造をされ、識別のため、 車体に蛍光色の赤帯が入れられた。ワンマン化と同時に制御機を東京都電8000系の廃車発生品に交換し、直接制御から間接非自動制御に改造された。1980年から1981年にかけて車体更新が実施された。車体形状に変化はないが、側面の赤帯は白帯に変更され、裾のステンレス製飾り帯は撤去された。 335号の車体は札幌市西区の児童図書館に寄贈され、先に同施設に置かれていた216号と車体だけを交換した状態で再利用されている。ありがとうございます。